押す。それではお願いします。左足と十字架、よーい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、左足と十字架は左足伸ばしは一度も動きません。直れー、押す。続いて右四頭十字架を行いたいと思います。右四頭十字架、よーい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、直れ、押す。右足と十字架は、右足は一緒のその場所で動きません。左右、どちらも、腰の高さが変わらないように滑らかに、そして特に前足の向きが、内側を向かないように、親指がまっすぐ正面を向くように心がけてください。押す。押す。以上、お家でできる方の左右の指導重量化でした。高橋道場指導員の木下拓也と前田翔太でした。押す。押す。